楽山松楽院深大寺は東京都調布市深大寺元町にある天台宗別格本山です。今回は駐車場に車を止め、多聞院の坂を通って深大寺に参拝、そこから深大植物公園自由広場まで歩いて駐車場に戻る約 3.3 キロのルートを歩きます。深大寺の駐車場にやってきました。今から参拝します。で、右側が植物公園ですが、なんか今日は閉まってるようで、お寺の方に行きます。ずっと坂道を降りていきます。不動の滝、深大寺そばってよく聞くんですけど、ここがそのお蕎麦屋さんのようですね。駐車場がこの辺り並んでます。800円とか770円とかいろいろありますが、私が止めたとこは700円でした。あ、こちらも700円ですね。こっちの方が近かったですね。はい、今出てきましたけど、深大寺のバス停です。これが案内看板ですね。現在地はここで、参道を通って本堂へ、でずっと回ってっていう感じでしょうか。いや、なかなかの賑わいですね。これが深大寺のお蕎麦屋さんで、こちらに北郎茶屋ってのがあります。いや、ここはちょっと雰囲気が違いますね。まるで一大観光地です。ここのお蕎麦売ってますね。ラビキス蕎麦、すべて手打ちです。180円。こちらもずっとお店屋さんがあるようですね。いやー、賑やかですね。はい、まず参拝しましょうか。こちらもかやぶきですね。こちらの方に歩いてきました。シャクナゲが、真っ赤なシャクナゲが咲いてますね。非常に色鮮やかです。
岩山大師堂。ここは中がよく見えますね。おみくじの元祖、比叡山の岩山大師ということです。白山神社ですね。白山大権現が祀られています。いやー、本当に店屋さん頑張ってますね。神大寺ビールまでなんですよ。お花屋さん、渋いお蕎麦屋さん、生蕎麦4人前で1600円ですね。二八蕎麦、これで橋まで歩いてきたわけですか。神大寺そばの由来書きです。水生植物園までやってきました。しかしゲートは閉まっています。当面の間臨時休園、残念です。駐車場まで戻ってきて植物公園の方を歩いてみることにしました。といっても閉まってるはずなんで外から見るだけですね。ずっと植物園の方ですね。植物園が開いてたらこの陸橋を渡って2つの公園を行き来するんでしょうね。シャガが咲いてました。中はいろいろお花も咲いてるようですね。広くてとても気持ちのいい公園ですね。ニュージーランドを思い出します。神大植物公園の正門までやってきました。閉まってるんで閑散としてますね。臨時休園中、いつオープンするんでしょう。バラ園まで歩いてきました。あれが本質ですね。はい、駐車場まで戻ってきました。ここまでで 3.3 キロ、標高差57メートルですか。はい、全部閉まっててとても残念でした。でも日曜ということもあってか、いろたくさん人がいて賑やかでしたね。早くコロナウイルスがこうなくなるといいなと思います。それではまた。